太平洋上北緯32度33分、東経131度57分で搬送開始。天候晴れ、北北東の風、風力4。冬場の航海は風が強いため、一番上の帆、ロイヤルを張らない。今、右10度に船体を傾かせ、23枚の帆いっぱいに風を受け、8ノットのスピードで搬送中である。帆船の速力はハンドログで測る。ただ、船尾から縄を流し、砂時計で時間を記録するこの方法では、10ノット以上のスピードだと測定は難しい。その場合は、船体観測、ヌーントゥーヌーン、すなわち、24時間の航走距離を記録とする。19世紀、帆船の黄金時代に残るスピード記録は、1854年、チャンピオン・オブ・ザ・スイーズ号、イギリス、465マイル、時間平均17ノット。1854年、ザ・ライトニング、イギリス、436マイル。1857年、同じくザ・ライトニング、430マイル。1855年、ドナルド・マッケイ、アメリカ、421マイル。また、短時間での記録は、1869年、アメリカの小麦運搬船、ジェームス・ベイン号の出した21ノット。近年の記録は、アメリカのコーストガード練習船イーグルの出した17ノットとなっている。木片に長い紐をつけ海に流し、船のスピードを測るハンドログ、この木片ログを語源として、現代船のスピード計をログと呼んでいるし、長い紐に時間を測るため一定間隔でつけられた結び目ノットは船の速力を表す単位である。